XP-55 アセンダー飛行する XP-55CU42 から78,846号機 XP-55 アセンダーはアメリカ合衆国のカーチスライト社がアメリカ陸軍航空軍向けに開発した試作戦闘機、単発の推進式、レシプロエンジンを胴体後部に配置してプロペラを駆動し、機種付近に前 翼を排した先火翼機という得意な形状であった。失速しやすいという問題点が改善しきれなかったこともあって3期の試作のみに終わった。愛称のアセンダーは上昇の意であり、製造チームの期待による冗談から発展した故障である。カーチスライト社内での開発名称は CW-24。1939年にアメリカ陸軍航空隊は レシプロ機の限界を打ち破るべく周回計画 R-40C という単発の迎撃機の使用を航空メーカー発射に提示したが、この中において、バルティー車製三動機、XP-54 とノースロップ車製無備翼機、XP-56 と共に試作契約を勝ち取ったのがカーチス車製の本機である。尾翼機で主翼が後退翼、後着装置は、 カーチス社製軍用機としては、初の全輪式という設計だった。エンジンは開発中だった P&WX-1800 を搭載することになっていた。しかし、陸軍はよほど、カーチス社に信頼が置けなかったのか、地上試験用モデルと空洞テスト用モデルの製作発注のみを行い、試作機の発注は、その結果次第で行うという対応を取った。その結果、 カーティス社はまず実物大の飛行テスト機を自費制作し1941年12月からテストを行った。そして、その年の7月に、ようやく XP-55 として試作機3機の発注を陸軍から受けることができた。試作1号機の初飛行は1943年7月19日に行われたが、その時点から安定性不良が指摘された。また、 搭載予定していた X-1800 エンジンが開発中止となってしまったため、約 1000HP も出力が落ちるアリソン社の V-1710 エンジンを搭載したが、このエンジンでは明らかにパワー不足であった。試作1号機は1943年11月に失速試験を行っている際に墜落して失われた。翌年に全幅や骨翼の形状を変更し、 操縦性の改善を図った2号機、3号機が完成した。しかし、劣悪な操縦性や低速時の安定性不良は改善されず、最高速度も当時の正式戦闘機を下回る時速 628km しか出なかった。結局、性能不良ということで、本機の開発計画は中止になってしまった。中期中の XP-55 アセンダー。 XP-55CU ウォーサンダープレイヤーが操縦できるアメリカの課金機体として登場。ゲーム内では数少ないエンテツバサキであるストライカーズ1945シリーズ敵機として多数登場。1945プラスでは時期の一つとして P55 アセンダーの名で登場。移動速度や火力に優れ、使い勝手の 良い格式体ならではの性能となっている。ありがとうございます。